アトピーの話もイケボでして。俺さ、昔さ、アトピーだったの。正直。うん。なんか、何が原因かわかんないけど、アトピーで。 すっげぇガッサガサで。何が原因か分かんないけど、中学校に入ってから柔道を始めたら、治ったから急に。アトピーなのに柔道なんてよくやろうと思ってたら、まあ、そこまでひどくなかったから、もうなんか小学校6年生ぐらいになった時に、だいぶ良くなってて。何を思って柔道なんかやるの俺は完全に友達がやるって言ったから。3人仲いい奴がいて、その高橋と高畑っていう友達がいたんやけど、そいつら2人がなんか柔道をやるって言い出したから、あ、俺もじゃあやろうって。俺1人だけ仲間外れになっちゃうじゃん。それで始めたけど。中学校3年生の時に柔道の試合で骨折って、めっちゃ骨折った後から急になぜかすげぇ身長が伸びて、もう本当にびっく たたたた柔道着が全然着れなくななくくっっかかから後輩とかにあげた足のあれ鎖骨よいや、鎖骨だし。鎖骨折れるとか結構あるし。結構ばっきりだたし。史上一番の大きかってそれそうですね。一回目鎖骨折った時は、まあまあ綺麗に折れて、すぐ治ったんだけど、それで舐めた状態でもう一回やったら普通にもう一回折れて同じところが。二回目折れた時は結構ひどい折れ方して、それは手術したから、それですね。中に鉄パイプを入れるっていう手術をした。鉄のパイプを入れて、それで固定するっていう手術になった。 いや、なんかずれてたらしいよ。<laughs> まだ、入ってる <laughs> すぐ取ったけど。い <laughs> まだに傷あるのかいまだに傷あるし、いまだに傷あるし、なんか触るとちょっと違和感があるというか、ちょっと違う。で、寒くなると痛い。傷治る前にやるってめっちゃ柔道やる気あったんだな。いや、違うね、病院がのはヤブイ社で。あの、僕柔道やってるんですけど、もう柔道やってもいいですかって言ったら、いいよって言ったからやったら折れてん。半端じゃないやぶ医者やった。 なんで聞いたんあの、商談試験っていう、柔道って黒帯取るための試合が、まあ、決まって定期的なんだけど、商談試験があって、で、その商談試験に出て、黒帯が欲しかったから、あ、じゃあ商談試験が近いんで、その大会に出たいんですけどっていう相談をしたら、いいよって言われたから、黒帯取れたんや。結局商談試験って、まあ、トータルで勝った本数で黒帯取れるんだけど、黒帯取れたの。取れることが確定したの。よし、黒帯だと。言ったらその黒帯が確定した後の紹介試合、高校に上がった先輩と戦うってことだったの。だから別に、負けてもいい。 試合やん。で、高校の先輩も、もう黒帯確定してて、もうお互い超過試合だったの。結構、そのなんか、普通に、まあ、いつもの部活のノリとかでやってて、で、その先輩に軽く投げられたの。軽く投げられて、その軽く投げられただけなのに、バキって音がして、えっと思って。えっ嘘だろうと思って、バキって音して。で、あの、いや、受け身取ったよ、ちゃんと。ちゃんと受け身取ったけど。だから、簡単に降りたからびっくりしちゃって言ってるんだろう。で、なんか、バキって言ったなと思って、その後抑え込まれて、で、負けて、で、ありがとうございましたって言って、 で、なんか違和感感じるなと思って見てみたら、あの、なんか、わかる鎖骨が、ぐってこう、めり上がってるというか、鎖骨が、この、隆起してんねん、鎖骨の部分が。ボコってなってんねん。おやと思って。一回目折れた時こんなんじゃなかったのよ。一回目折れた時こんなボコってなってなかったのよ。二 <laughs> 回目折れた時ボコってなってて、おっと思って。まさかなと思って、柔道の重鎮みたいな先生に店に行ったら、すげえ遠慮なく触ってきて、すげえ遠慮なくぐって触ってきて、激痛が走って、これ折れてるな。これお前折れてるぞって言われて、 嘘やんなってなったけど、あの、病院に行ったら折れてた。なんか、あの、ずれて、折れ、ずれて折れてますって言われた。なので、このままほっといても、普通にはくっつかないので、あの、ずれちゃってるので、このままやっても普通にくっつかないので、手術をして、中に鉄パイプを入れて、固定してくっつくのを待ちます。っていう話になった。ア <noise> イアンマンだ <laughs>。その件があったから、もう、あの、真面目に柔道をやる気がなくなって、だから高校の柔道はもう、全然真面目にやってなかったですね。中学校はすげえ真面目にやったけど、高校からはもう本当に、あの、だるいなって、舐めに舐めてやってましたね。 友達の炎と氷は、うーん、真面目にやってましたよ、ずっと。キャプテンと副キャプテンじゃなかったかな俺はやめたが。俺は高校3年生の早い段階でやめたが。お前さまでやってたなら最後までいけよ俺。いやもうほんまめんどくさくなって。ほんとにめんどくさくなって。中学の時はどんなモチベあったの中学の時、割と背が低かったの、俺。今と比べて。全然小柄だったの。おかげさまで、なんかあの、すごいスピードがあったわけ。で、スピードがあって、でなんか、ちょっとあの、背負い投げとかが結構上手かったから、結構褒められてたわけ。お前結構背低いけど強いじゃん、みたいな風にして、持ち上げられてたわけ。 いい気持ちだったわけ。だからちょっと真面目に頑張ろうって気持ちにもなるじゃん。一回目骨折った時から急激にすくすくと身長が伸び始めて、めちゃくちゃ身長が伸びて、今までと体の感じが全然変わって、背負い投げとかができなくなったの。爆裂弱くなったん、急に。今までできてたことが何もできなくなって。勝てないし、褒められないし、つまんねえなって感じになってきて。あれだよね、悪循環だよね。それでやる気がなくなっていって、真面目に練習しなくなる、さらに弱くなる、みたいなのをずーっと繰り返して。で、やめた。